合山神社は山形県の合山山頂に鎮座する神社である。縁起式神明朝において名神大社とされた式内社で明治の近代社格制度では東北地方唯一の官兵大社であった。古来から修験道を中心とした山岳信仰の場とされ、現在も多くの修験者や参拝者を集めている。神仏集合により合山神の本事仏は、 阿弥陀如来であると考えられるようになったが、八幡神の本事物である、阿弥陀如来が、つくよみ命になぞらえられたガッサン神の本事物となったのは、東北的な特性であるといえ、浄土教の神道が、阿弥陀如来信仰をガッサンに導いたと思われる。室町時代までガッサンの神は、八万大菩薩とされていた。なお、ガッサンの延年は、うどしとされ、 宇ど市に参拝するとご利益が上がると言われている。霊法合算三田ヶ原にある木星鳥石鳥石鳥居と石垣の内側は新域のため中での撮影が禁止されている。石鳥居の奥には寒平大社の石氷が見える。神社円形左奥には鳥海山が見える。社殿によれば、須春天皇の第三王子である八子巫子が水子天皇元年に はぐろさんを解散し、さらに同年、ガス山を解散して、当社を混流したのだという。ハチコミコは、土地の人たちの面倒を、よく見て、悩みや苦しみに耳を傾けたことから、農女船と呼ばれるようになったとされる。しかしながら、資料から考察する限り、海祖である、農女船とハチコミコが同一人物であるという根拠は、ない。また、岩船作が三度目に修理された、 文武天皇4年から、出羽軍が建てられた、和道元年の間に、越国以北の恵比寿進が行われたが、出羽の江戸政党が開始される前に、出羽三山へ登ることはできなかったと思われる。新昇格直府省の法棄4年10月府では、合山神に神風2個が寄せられているが、これが、合山神の市場における所見である。日本三大実録には、合山神の記事が、 たびたび登場し、深海の少女を受けるなどしている。以下は、時系列的に並べた、日本三大実録における合算神の記事である。延長5年の演技式神明朝により、名神大社へ列格された。また同じ演技式の主税式においては、合算神と大物意味神の再資料として2000束を国家から受けている。上記のように、 日本三大実録や演技式では、田川軍の山である合山の神が、悪見軍の神とされているが、これは、この段階では、鳥海山の大物貴神社と共に国府近くの悪見軍において社殿が営まれ放災されていたからだと思われる。詳しい時期は不明だが、おそらく平安時代中期から明治の神仏分離まで、合山は、出羽三山の一角として、主限の道場となっていた。 なお、奈良時代末期に至るまで解散を裏付ける資料は発見できないが、平安時代になって初めて考慮を要する資料を見ることができる。このでは散々の宗教勢力は次第に流盛し、一大両国とも言うべき大勢力となっていった。このため、戦国時代から安土桃山時代には、自勢力に取り込もうとする無闘士、上杉氏、 もがみしなどの戦国武将たちから干渉を受けた。特に、もがみよしは、町内平野へ進行するにあたり、しばしば、合算を超えたため、兵卒により、五室が荒らされたり、仏像や神宝が略奪されるなどした。このためは黒山では、合算の西の狙いにあるホラー穴に、仏像や神宝を隠し、その秘密を守るため最大手限の徴用棒に位置、思想伝で管理させた。 しかし、その一方で、関ヶ原の戦い以後、将内や百合を領有した、最上義満は、出羽散山を改従するため、羽黒山、ガス山の修理再建を行った。その一つとして、慶長六年当社本宮の修復が行われている。江戸時代に入っても出羽散山は、修験道の場として、人々の信仰を集めた。元六二年には、廃政。 松尾芭蕉が、出羽三山を訪れ、同年6月6日に、合山へ登廃しており、気候文、奥の細道には、合山を読んだ、雲の峰いくつ崩れて、月の山の句が残されている。明治元年神仏分離令が出されると、出羽三山は、廃物希釈の激しい波にさらされた。僧侶や山伏には現属して、新官となる者もいたが、仏法の整備を憂いて、 自殺を図る者も,も出た。また多くの貴重な仏像、仏具、教官が破壊によって失われたり、売り払われて散逸したりした。明治5年には、修験集廃止令が出され、では散々の修験は途絶えるかと思われたが、その後、生き残った山伏たちの努力によりその名脈を保つことになる。このような混乱の中で、 では散々の神物分離は進められ、明治7年8月31日に、当社は近代社格制度により、国兵駐車へ列せられ、さらに明治18年4月22日に、官兵駐車、大正3年1月4日には、官兵大社に昇格されている。その後、第二次世界大戦の終戦に伴い、近代社格制度が廃止されると、昭和23年当社は、 神社本庁が包括する別表神社となった。昭和29年当社とでは神社、湯戸の山の神社を合わせた宗教法人として、では三山神社が、羽黒山に置かれている。ABCD 谷川健一編、日本の神々神社と聖地から十二東北、北海道白水社線1984年6月、ABCD 以降、川安明、では三山歴史と、 文化マイナス幾分堂、書九1973年8月、農場大使あるいは農場大使とも言われる。俗日本期文武天皇4年2月19日の上の記述より、俗日本期は同元年9月28日の上の記述より。AB 山形県編、山形県史跡名商天年記念物調査報告。 第11週ではの3山名著出版1974年6月奥の細道の記述では元禄2年6月8日となっているが松尾芭蕉に随伴した日の様子を記録した河合空の空旅日記では6月6日となっておりこちらの方が正しいとされている現在バー沢上山道の山頂近くにこの区比が建てられているありがとうございます